ちは、ランちゃんです。今日は大阪の本町にやってまいりました。下茶助さんの個展に来ております。こちらですね、画家さんなんですけれども、こんな感じで、ずずずっと、はい、作品が並んでおります。はじめまして、下茶助さん、こんにちは。こんにちは。はい、ちょっと自己紹介をしていただけますでしょうか。下茶助で、3年前から本格的に画家活動をしています。今回は個展、2回目で大阪市内でということでやらせてもらっています。はい、はい、ありがとうございます。一番にもなんかこの写真がすごく目についたので、ここの写真から、あ、写真がごめんなさい、はい、作品から教えていただきたいんですが、どういう思いで描かれた作品でしょうか。今ね、コロナで大変なので、はい、明けない夜はないという意味で、そういう画像をもとに、朝日がこう光って力強さっていうか、はい、それを気持ち込めて描かせていただきました、はい、で国際、日本国際水彩画会で応募したら入選した作品です。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。色合いがすごい紺が紺なんですけど、はい、夜明けですが、すごくこう目に入ってきますね。あの日の光がガーッとくる感じが、パワーがいっぱい感じております。はい、どこか特に見てもらいたい部分ってありますでしょうか。この光の加減はスポンジを使って色付けして、はい、はい、本当ですね、こう反映してる感じが見えますでしょうか。こっちからしてるのかな、こんな感じ、はい、になっております。はい、ではちょっとゆっくりとじわじわと見させていただきます。こちらちょっと変わっておりますが、はい、ゾウさんですね。はい、はい、これはどんな感じで描かれたんですか。これは白黒の写真をもとに4色か5色でって表現で描かせてもらって、その動物じゃない色で表現してみました。はい、はいはい、すごい迫力満点ですね。あ、こっちにも同じような感じで動物、はいはい、何点か向こうにもね、あるみたいですけれども、これはまた変わった感じのピンクと緑ですね。コントラストがすごいありますね、はい、それとあと風景画も描いてらっしゃって、姫路城ですもんね。で、こちらは幻想的な絵も描かれている。はい、これはこんな感じの絵は、あ、こちら今この下でもね描かれているんですけれども、オーダーメイドで依頼あって、青いバラと蝶とあと月明かりでちょっと幻想的なって描いてほしいって依頼で、はい、個展の間に描かせてもらってて、はい、もうほぼ完成に近い感じですけど、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。個展はもう本当に今日までなんですか、はい、今日の何時まで。6時です。そうですか、はい、たくさんの人がね、来られて拝見されたことだと思います。はい、今日は下茶助さんの個展を、見させていただきました。ありがとうございました。はい、頑張ってください。